ジャズ喫茶バレリアのこいちゃんです。今日はですね、ズートシムズというテナーサックス奏者をお届けします。お待ちください。始まりました。いいですね、このピアノ。はい、京都のリスナーはこちらです。ズートシムズクッキンというアルバムです。それでフォンタナという、レーベルなんですけど、フランスフォンタナ、イギリスフォンタナ、オランダフォンタナとかありますけども、これはですね、なんかサウンド聞いていただけば分かりますけども、ライブアルバムです。イギリスのロンドン、ロニー・スコッツ。これ今吹いてるのはロニー・スコッツですね。彼がオーナーのライブハウスです。それで、ズートシムズがですね、ロニー・スコッツと一緒にのクインテットでやったレコードです。このレコード自体はですね、A 面に、スタンダードバンカー、ストーピングアットサーバー、ラブホーセール、サンバディラブミー、それから B 面もですね、ゴームインザウィンド、それからカレハ、オータムリーブス、このスタンダードばっかりやってますよ。最後にこれです。ジミー・デューカーというトランペッター、今お聞きになれば分かると思いますけど、ジミー・デューカーというイギリスのトランペッターが作った曲なんですけども、非常にいいトランペッターなんですよ。タフィーフェイスの中でもありましたし、はい。で、次にこのピアノソロ、スタント・レーシーのピアノソロが終わるとズート・シムズが出てきます。はい。で、ロニー・スコッツのこのライブ感、アメリカだとベリッジ・ヴァンガードとか独特のレコードって言ってもライブ感が伝わってくるんですけども、これ非常にロニー・スコットのこの空間がですね、聞こえてくるようないいアルバムです。はい、おすすめですよ。はい、では出てきましたね、ズートシムズ出てきました。はい、ではこの辺にします。じゃあいいよ。